こんばんは。お疲れ様でした。イエイ。皆さん15日間お疲れ様でした。ありがとうございました。メンテナンスが終わったんだよね。あ、なんかてかテレビついたままだわ。全然見てないんだけど。よいしょ。リモコンがない。どこだ？どうやって消すんだろう。電源。電源消せるボタンあったよね。え、てかリモコンどこ？あった。よし。あ、よいしょ。はあ。こんばんは皆さん。ゲームありがとうございました本当に。こんばんは。なんか画面が変わってる。最初のなんかいろいろと受け取るものがいっぱい来てますね。あ、やっぱさり300以内は無理でしたね。でも301位から600位までの60枚はもらえました。60枚はもらえましたね。60枚はゲットしました。受け取ります。皆さんも一緒に今日投票しません？この今残ってるやつ。あ、てかマジカルレーダー1個受け取ってなかった。使えばよかった。でもなんか最後立て続けに出たんだよね。エクストラが何位だったんだろう。何位だったんだろう。サリー、ココちゃんいますよ隣で。今なんか書いてる。301位から600位だっけ？ 900 位？ 600 位？ 301位から600位に入りましたね。ふう、ありがとうございました皆さん。いやー、ちょっと一緒に後でもうちょっとしたら投票していきましょう。でもひとまず皆さんお疲れ様でした。イエイ。これさ、投票ページあった。そう、私今日の昼いや夕方ぐらいに一回投票したんですよ、ボーンと。でその後に集まったものを今から投票して明日も朝やるって感じにしたいと思います。いや本当になんか本当に皆さんありがとうございました。サリ336位だったのか、惜しかった。ちょっともうちょっとだったな。もうちょっと
とで300位以内のやつでしたね。いやでもちょっとここは私の頑張りだったよ頑張り不足ということで、まあでもなんだろう、まあ、すごく楽しかったですし悔いはないですね。私は、皆さんはどうですか。ね、ちょっと惜しかったんだけど、そう300位ちょっとだ、334位、336位、自分史上最も頑張ったよ、ありがとうございます。本当にわ嬉しい、すごく頑張ったよねありがとうございます。すごい皆さん本当によくよく頑張りました我が生涯に一片の悔いなし、すごいね、生涯にないんだ、すごいじゃん。はい、サリもでも本当にめっちゃ楽しかったです。で皆さんのカードとかいろいろのいろいろなもののおかげにありがとうございます。みんなたくさんエールくれたから嬉しく楽しく、今日とかエール送ってないです、ごめんなさい、昨日までは送ったんですけど今日は送ってないんですけど、しばらくはゲームは勘弁サリちゃんのおかげで特攻カードなくて、過去最高サリちゃんにありがとうございます、439位、ありがとうございます。あーなるほどね、あありがとうございます、初見です、いつも相田さんの頑張り尊敬しています、ありがとうございます。今日誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。そうママは最後の最後仕事をに今言ってるので、最後の最後の時間はできないってなんか言ってました。仕事なんかね会議があるみたいな言ってて、今私一人なんですけれども、はい皆さん本当にありがとうございました。ここがなんか撫でろうっていやでも本当に皆さん本当にありがとうございました、本当に。そうだね、本当にいろんななんか他なんかツイッターとかでも他のメンバーのファンの方とかも入れてくださって、ココちゃんおいでおいで、みんなに、はいこんばんは、こんばんは、皆さんゲームお疲れ様でした、パチ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 ね、ありがとうございました、ありがとうございました。ここも今日も元気です、ダメかわいい、めっちゃかわいくない、ふにふにふに、ココちゃん、ココちゃんに、ココちゃんも喜んでます。じゃあひょいほい、皆さん乾杯でもしますか。私はジュースで、ジュース、多分ジュースじゃないとバンってされちゃうから、ジュースがないな。あ、
けど、皆さんはお酒飲んでもいいですよ飲んでもいいですよって飲みたいなって思ってる方はぜひ。今日もねメイク口しかしてないです。私はこのリンゴンベリードリンクを飲みます。これなんだっけ、 IKEA で買ったんだよね。に炭酸水です。おはい、準備できました。電車全然大丈夫です。もしお家とかの方がいたら。ママ何歳？ママは34歳です。はい、ジュースです。皆さんゲームお疲れ様でした。乾杯、イエーイ。本当にありがとうございました。でも待って、乾杯の前の一言がちょっと短すぎたな、サリー。ちょっともう一回やりますね。ちょっと一言が少なすぎた。なんかもっとさ、なんかさ言うでしょ、本日はみたいな。ちょっとまたもう一回後でやりますね。はぁ、美味しい。皆さん気持ちだけでもぜひ。お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に本当に本当にありがとうございました。いやすごい炭酸が強い、おいしい。まあでも今日はもうとりあえず、まあなんか、まあ、難しい話はなしに、まあ普通にお疲れ様でしたを皆さんに言うって言うための回です。でも本当にねゲームすごい楽しかったです。まあ、楽しいとか言ったらなんかすごい、なんかすごい大変だった方もたくさんいると思うんですけど、私は結構楽しんで、やらせてもらって、いっぱいゲームについてね、いっぱい勉強になったし、今回ちょっと、今までは自分も一緒にこう、皆さんと一緒にやるみたいなのはあんまりなかったので、すごく今回は良かったなと思っています。美味しい美味しい美味しい。ポーニー乾杯。いやー疲れたね。私最後マジで本当にテロップ入れよう。めっちゃ指痛くてやばかったもん。皆さんもっと痛かったのかな。待って、すごい14日連続配信中って書いてあるんだけど、そんなん言ってくれるのね。ゲームお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうで、いや、あれ長かったかも。
入んなかった。ちょっとクマがゲーム、お疲れ様でした、ありがとう。入った、すごい。14日連続配信中って書いてくれるんだね、嬉しい、初めてかもありがとうございました、本当に。ごめんなさい、なんかすっぴんで顔色が悪いんですけど、おいしい。なんか夏物の段ボールから引っ張り出してきたこれ。もうこれ 3,4 年着てると思うんだけど、なんかお気に入りなんですよね。あら、後ろに我が子が。そうだね、皆さんランキング報酬忘れずに受け取ってください。私もランキング報酬今持ってるので、まだ入れてないので、19時半になったら投票したいと思います。一緒に、もしよかったら一緒に、もしよかったらじゃない、一緒に入れましょう、お願いします。ここもう全部入れた方がいたらもう見ててください。おーちゃん、後で散歩行こうね、後でおわー、荒ぶってる。投票画面でスタンバイしとく。30分、そうですね、ココちゃんが構ってもらえる時間が増えるはマジでそうかも。ずっとママもサリもこうやってここでポチポチしてて、ココがなんかこうやってなんかこうやってやってきてたからこいつらいつまで携帯やってるんだって思われてたかも。レモンサワー飲みたい気分です。てかちょっとクマやばくない？やばいかも。ちょっと隠せばよかった。ちょっと今隠しますねなんか今ちょっと画面見てたらなんかどんどんやばい気がしてきた。そんなことない？これどうなの？なんかさ、なるべくさ肌に何も塗らない日をさ増やそうとか思うんだけどさ、なんかちょっといざ見てみるとあれってちょっと良くなった？配信中に直している。ちょっと血色良くなったかしら？そんなことないかも。なんかもうすっぴんでショールームするのがさ当たり前になりすぎてさ、やばいやばい。ちょっと良くなった気がしない？ちょっと良くなった、ちょっといい気がする。ただいま。ちょっとなんか加工してきた。ちょっとファンデーション塗ってリップを塗ってきた。しかも今日透明のコンタクトしてるので余計ですね。なんか目がシャバシャバする。
皆さん目は辛くないですか？目は辛くないですか？ポニーテールです。昨日サリがファンの人の目が辛いっていうコメントを目が辛いって呼んじゃって辛いです、みんな辛いですって言ってる。わかる。サリもさ、なんか左目がなんかしばしばするんだよね。いや本当に皆さん15日間ありがとうございました。もう結果発表怖いんだけど、本当に1位だったらいいな。いや1位だといい、本当に。明日の18時発表なので、明日一応ショールームが朝の9時と夜の17時50分でショールームに登録しといた。ワインじゃないです、これなんかリンゴンベリージュースってやつ飲んでます。美味しい。こんなに頑張ったから1位に決まってる、いやってコメントね。いやそうだといいんですけど、いやなかなか本当にめちゃくちゃ厳しいじゃないですか、ゲームの結果いつも。だからまあでも私的にすごい、なんだろう、悔いなかったし、めっちゃ楽しかったし、なんかみんなとゲームするのがすごい楽しかったから、なんか良かったなと思ってます、めちゃくちゃ。はい、本当にありがとうございました。まあ中間でね、ちょっとそう1位と2位の差めちゃくちゃ見せなかったじゃないですか、僅差だったじゃないですか。だから本当にどうなってるか分かんないと思うし、はあ、めちゃくちゃ不安なんですけど、もう今更ね何を気にしてももうしょうがないので、まあ今日はもうしょうねいいやと思って。めっちゃ楽しかったな、でも本当にマジで。あ、セーフ。そうだね、やれるだけやった。ショールームも毎日やれたし、明日までは毎日とりあえずはやりますって感じです。そう、サリ28の公演出られないんですよ。次ね、次回会った時にちょっと出られたらいいなって思うんで、ちょっと曲を思い出さなきゃなって思って。踊れるかな、マンモスとかやばい気がする。踊れるかな、なんかでも意外と覚えてる。でも6人になったらさ、立ち位置全部変わるから、多分普通に歌割りとかも変わると思うし、めっちゃソロ増えるんじゃないですか。そう、チーム S の公演見れなかったので、そうだね、なんかアーカイブとかで見てみたいと思います。うーん、歌わり3人のとこ1人とかだったね。やっぱそうなんだ。まあでもすごいポジティブに考えれば、6人で立つってことはなんか1人がすごい目立てるからね、それはそれでいいんじゃないでしょうか本当だったら16人でやった方がいいんですけどって思います。そう、ユニットはねなかったのは知ってます。サリも多分みんなそうなんじゃないかな。なんか逆に人数少ない人数でなんかユニットとかがねできたらいいんですけどね。どうなんだ。
待って、なんか終わって今までさゲームの話ずっとしてたからさ、今日逆に何喋ろうってなってる今までずっとなんか片手でゲームやりながらなんかやったり、たまにココちゃんが参上したりしてたけど、ライオンズの話、まあ飲め、私これジュースなんですけどね、皆さんはお酒飲んでください。もしもう今ね仕事終わってお家にいるっていう方は、まあ、もしくはお家でお仕事してるけど別にバレないからお酒飲んでもいいやって人がいたら一緒に飲みましょう終わってみると寂しいね。おお、今日2年前の総選挙の投票締め切り日だって。そっか、6月って今までだったら総選挙だったんだもんね。はあ、懐かしいですね。総選挙、総選挙のたびに胃をおかしくしてたイメージサリ、今日休みだったからお酒お昼飲んじゃったいいんじゃないですか、お休みだったら全然。センチメンタルトレイン感動したわ。いい曲だよね。ハッシュタグも好きだし、センチメンタルトレインもめっちゃ好き。日本柱まだ解約してないですね。またあったらいいですね、総選挙。なんかもう一回なんかあったらいいなとかちょっと思う。あ、相田さんこんにちは。もう総選挙はゴリゴリいやでも私結構総選挙めちゃくちゃ思い出深い。はあ、あ、もうすぐ19時半投票開始時間です。ありがとうございます。投票ページにちゃんと開いてますね。てか私ちょうどレベル100になったの。ぴったり100、ちょうど100。じゃあ皆さん一緒にリクエストしましょう。あ、今枚数見せそうになった。まあ見せても全然いいんですけど、私ちょっとこれなんかもう一回投票しちゃって、最後の最後の1時間ぐらいと、順位のボーナスでもらったリクエスト券をリクエストするソーダサリナリクエスト選択リクエスト券へん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 まい決定、リクエストします。せーの、完了しました。最後のリク、私は最後のリクエストですね。これが最後のリクエスト、終わりました。あ、でも待った、そうだそうだそうだったそうだった、ありがとうございました。本当にあともうちょっと私あったんでした、リクエスト券が。リクエストへ、もう一回リクエストする、もう一回リクエストします。はいはい、しました。はい、これで本当にリクエスト私は全て終了いたしました。はあ、終わった。でもね、まあなんだろう、これ通算どんぐらいリクエストしたかって見れないのかな。履歴なくなったよ。
なんか見れたっけ、なんか履歴なくなった、なんか履歴なくなったことない？なくなりましたね。はい。あれ？なんか見えなくなったよ。あれ？サリだけ？リクエスト。なくなってない？あれ私見れないんだけど。まあいっか。とりあえず。あ、見れたわ。見れた。わあ。なるほど。結構頑張った気がする。皆さん終わりましたね。通算見れた、見れた、ありがとうございます。ここが下に今キャー、終わっちゃったわ。終わったよ、みんなありがとうございました。本当にみんなも全部投票終わりましたか？ありがとうございます。過去最高枚数ありがとうございます。明日までにやっとく、明日までにやってください。9時50分までにぜひよろしくお願いします。うん、今完了したで、ありがとう。おきに、おきに。おめかし、そう、服だけ、服だけちょっと気にしてるけど、ちょっと顔がちょっと残念で申し訳ないんですけど、あ、なんとか5桁ありがとうございます。5桁4000枚だけだけじゃないですよ。本当に本当にありがとうございます。本当にちょっと結果が楽しみです。いや、不安です。不安なんだけど、ちょっと何、楽しみっていう不安です。めっちゃ明日は17時50分にショールームして、なんか最初45分にしようと思ったんだけど、なんか15分もここで待つの緊張するから10分にした。ありがとうございます。皆さん明日は結果発表を見て、皆さんで結果を見てそれであーだこうだ言う回にします。でお礼配信はまた後日します。ちゃんとやります、絶対。絶対どこかでやりますね。何話そう、あと、まあ、今日あと25分くらいやろうかなって思ってます。おいで、ここ、おいで、ここちゃん、いいし、いいしょ、よいしょ、ぴょん。怒ってる？なんかどうした？こちゃん毛伸びてきたんですよ、結構。すごい、なんかすごいくつろぎ出した。やめると怒るパターン、ちょっと一回やめてみようかな。あ、降りちゃった。じゃやめると怒る？なんかすごい、なんかすごいさ、生乾きの匂いが部屋からする。あ、このズボンだ。なんかママが帰ってきたら
生ガキの匂いするって思ったの。したら私のズボンでした。ズボンっていうかなんかこうなんかなんて言うんですか、部屋着のズボンみたいな。もうね、ここここはここにいます。無駄なこと言った。生乾きじゃないんですけど、なんか基本的に部屋の中で干してるから、なんかこれはハズレだわ。嗅ぎたい。部屋干しの匂いですよ普通に。でも最近さ、洗濯物外に干してる人って多分少なくない？あんまり見ない気がする。あ、干すね。いや、男の人は干すかもしんないね。男の人は干すよ、きっと。まあ確かに日に当てたいですね。でもうちも窓際に窓を開けて干してるんですよ。だけどやっぱちょっとダメですね。まあ乾燥機もあるんですけど、なんかママが部屋に干すんですよ。だから部屋に、ママが部屋に干すんですよ。とりあえずショールーム内ではちょっと全部ママのせい。うん。何しようかな、なんか何しゃべろう。てかなんかめっちゃさ、なんかゲームしたい気分。あのなんかさ、トランプとかしたい。人生ゲームとか。人生ゲームしたいんだけど。人生ゲームやろうよみんな。持ってないんだけどさ、なんか人生ゲーム謎にしたい。あ、大富豪ね。確かにもう終わったから大富豪、なんか罪悪感なくできる気はする。大富豪やるか。大富豪やってみよう。でもちょっともうこれせーのってやるのは時差があるから、もうとりあえずやりますね。ちょっと自分の大富豪率を確認いたします。大富豪率 54%、 富豪率 14%、 貧民率 14%、 大貧民率 15%。 連続大富豪回数13回。そうそう、 SK のゲームの大富豪です。じゃあ大富豪やってみよう。まあ、とりあえずじゃあ42分になった瞬間にスタートします。42分になった瞬間に今見てます。42分になったと思ったら押します。人生ゲームしたいな。今私ね、大富豪、今大富豪です。42分になった瞬間に押します。お、ログポミユケ取りだったので投票しました。ありがとうございます。皆さん忘れずにログインポイントの分なった、プレイ。今結構なった、いいタイミングでやった。これは去り直しの方に当たるんではないか。どうかしら。当たったよ。
ームでも知ってる方に当たりました。あ、どうしよう、何あげよう、カード、あ、どうしよう、本当にどうしよう、うわちょっとミスった、なんかジョーカー来る想定で、ジョーカー来る想定でカード残したのに来なかった。やっぱりもしかしたらこのサリーナ推しの方見てるかもしれないですね。あ、これ都落ちするかも、強めのカードあげたんですよ、符号に。ミスった、ミスですね、これは。じゃあ3579ってあったんで、ハートで、だからジョーカー来たら4枚で階段になるかなと思って、それを残して強めのカードあげたんですよ。ミス、あ、ここダメよ、やだー、ちょっとこれは大貧民になりそうな予感。なんかちょっと進行遅めですね、みんなよく考えて出してる。マジでカード弱い、大富豪と思えない弱さだって私ジョーカーない、2も1枚しかないって考えたら、ジョーカー2枚と 2が3枚全部富豪が持ってる可能性ありますよ、これ。あ、革命した、で上がるじゃんこの人、最悪。もうめっちゃカード強かった、絶対この人都落ちした、最悪だ。あ、すごい、みんななんかナイタースタンプとか送ってくれてるやられたぜ。いやでもね、カード運もね、ゲームなんでしょうがないです。おなんか謎に革命返しで6枚ぐらい一気に出したよ、大貧民の人が。これサリ直しの人、貧民から大貧民に落ちるかもよ、頑張れ。サリ直しの貧民さんとアイアイ推しの大貧民さんが戦ってます。あ、サリ直しの人大貧民になる、あ、貧民になった、大貧民私だ、大貧民私だよ、もうやだ、もうハート2個ベットしたのに、ちょっともう一回行く、悔しい。なんか大復興になんないと終われないの私、やでじゃあ46分になったら始めます。もう悔しい、なった、ベンプレイ。お、サリ直しの女の子と一緒ですね、ありがとう。あ、固まってますね、固まっております、固まっております。あ、始まりました、あ、さっきの一緒にやった提督ありがとうございました。提督さっき一緒にやりましたね、貧民でしたね貧民から貧民、私がさ都落ちしなかったらさ大貧民になってましたねきっと今サリ直しの女の子と、てか私のカードの弱さすごいわ、13-1枚が一番多い、結構弱いけど、
貼り直しの子は富豪なのでね、大富豪になってほしいなと思います。多分私は無理なので頑張って頑張って。すごいなんか2回連続サリ推しと会えて嬉しい。でれれれれれれれ、あ、なんかいい調子上がれるかも。これサリちゃんいけるんじゃない？ほら見て、あと4枚、あと4枚で上がれる。あと3枚で上がれる。脈を落ちさせてすいません。あ、やだー、ごめんなさい見てたんですね、ごめんなさい。全然いいですよ、ゲームなんで。むしろ私大貧民になった方が燃えるので全然いいです。めっちゃカーてか私持ってるカード言ってたの、じゃあ知ってた。お、さり直しの子が富豪から大富豪になりました、おめでとう。私も上がる、これで貧民に上がりました、イエーイ。とりあえずね、貧民に上がりました。さり直しの名前は言わないでいいかな、大富豪おめでとう。サリね、ソーダサリナ推しメンイベント144位なう。貧民になったのでやり、ちょっとずつ、あれ富豪なんだけど、あれ、あっあっ、そっか、都落ちしたから富豪になった。さっき富豪だったサリナ推しの子が大富豪になったから、大富豪だった人が大貧民になって、私富豪だった。皆さん富豪に上がりました、やったー。じゃあやりたいと思います。今49分なので50分になったって私が目で見たら押します。よいしょよいしょ、これ一旦どけよう。あ、50分になった、やばい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 来たかな、誰か。あ、ちょっと私がちょっと遅かったかな、今遅かった可能性。仮直しには会えずです。何あげようかな、5をあげました。5、うん、今回はねジョーカー2枚持ってるので私イエーイ。ただなんか出せてないですね、全然カードを。ジョーカーの使い時かな、わ、どうしようかな。82枚しかないんだよな、ジョーカーが。もういいや、82枚出しちゃった。ちょっと出し方が悪いかもしれない、私。やばい、貧民の旗が上がりそう。うわ、スペさん持ってた大富豪、やだー。
出し方ミスってるサリ。どうしようかな。いや負けたかも。あでも不合なんだ私。出しとくか。まあ向こうちゃんが。謎のカード残っちゃった。見て、4、2枚と11枚。やらかしたな。あ、やばい、これやばい。やばい私。あ、まあ2だ。不合でした。不合の後不合。不合です。不合でした。不合になれたのが奇跡なレベル。いやーちょっとなかなかです。大不合になれないんですけど。今53分なので55分になった瞬間にやります。15分になったタイミングで始める準備ができました。リリ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 。今まだ2人しか会えてないけど、でもさっき大富豪だった方も見てくれてたから、見てくれてる方には3人に会えてます。54分な、55分にありますね。対戦ありがとう。こちらこそありがとうございます。すいません。すいませんはなんかよくわかんないけど言っちゃった。あと1分です。30秒ぐらいかな。今日の服素敵。あ、なった。サリ直しいるぞ。あ、サリ直しと、本当はサリ直しではないけど、確かミナルーさん推しだけど、サリちゃんのカードでやってる人がいる。多分私の記憶だとミナルーさん推しなんだけど、あと大貧民にソーダーサリ直しがいる。あれ、私がミナルーさん推しだと思ってた人、キミちゃんのときめきになってる。キミのときめき。大貧民の方はね、名前から誰か想像できない。誰だろう。あ、しかもサリナカードの方大富豪だからな。この人に勝ちたいです。見てますか。じゃあルーンさん推しなのだけど、ルーンさん、ユナナ、サリのカードホルダーを持って握手会に来てて、すごい面白かったんですけど、それも。なんかどんどん増えていくの。今回カードの引きが良いので、革命でもしよっかなとかちょっと思ってるけど、革命して上がるの超気持ちよくない？あ、でもそっか、ダメだ、2人見てるからダメだ。まあ、言っちゃダメだよ。そうじゃん、ダメだよね。大貧民の方見てますか。あ、革命した。大貧民のサリ直しの方が革命返しするぞ。えい。ごめんなさい、革命返ししちゃいました。なんか謎に革命返ししちゃった、ごめん。
ごめんなさい。覆面返ししました。上がります、これで私は。大富豪の方、ごめんなさい。私、ジョーカー2枚持ってたんで。ごめんなさい。大貧民だった方見てますか？大富豪だった方も見てますか？ごめんなさい、大富豪だった方、あと大貧民だった方も革命返ししてごめんなさい。反省してます。なんか革命したら、いや本当申し訳ない、大貧民の方に。今申し訳ない、大人げなかったですね。まあでも大富豪に上がれました。まあもう1回ぐらいやるかな。今58分だから。あ、対戦ありがとう。こちらこそありがとう。ごめんなさい、都落ちさせちゃった。あ、対戦してくれてありがとう。そうだね、ね、そうだね、そうだね、ごめんなさい、革命返ししちゃった。ちょっと向かってした、ごめんなさい。なんか確か8、違うわ、なんかの4枚出しが来て、私5の4枚出ししたんですよ。ごめんなさい。あと1分でもう1回やります。ごめんね、本当に。まあいっか、ゲームだし。もうちょっと、もうちょっと。あ、あとちょっと。大丈夫だよ、だって優しい。サリに革命されたい。はじめました。サリちゃん強い、だってありがとうございます。てか B 型はやっぱゲーム強い。お、サリ直しの人が2人いる。2人とも知ってる。結構強めのカードを大貧民のサリ直しの方にプレゼントした。サリ直し2人、須田あかりさん推し1人、そうだ。サリ直し2人、須田さん推し1人、そうだ。濃い。これさ、思ったんだけどさ、実は他の人推しだけど、なんかサリのカードにパッて変えてる人とかいそうじゃない？いそうだよね。だって私今戦ってる富豪の人、なんかゆう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 ってすごい言ってたもん。ゆう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 って。やっぱゲームに集中しますね。これ負けそう、やばい。しかもこん、ちょっと待ってね。なんか悩んでるよ、サリ直しの富豪の方が。2枚出しがね、ないのよ。あら、みんなこれで出せないんだ。11。もう今どうやって出して上がるかもう決めてるんで。ごめんなさい、サリちゃん多分勝っちゃいます。多分勝っちゃいます。あ、富豪のチャリ推しの方が。あ、でもやっぱそうじゃん、
やっぱあの下のさ何々のときめきみたいなところに有用紙って書いてあった。あ、待って、スペさんされたら嫌だけど、いいんだこれで。見て、これで出す。8、9、10、11、匿名で4のの2枚出しで上がり、上がり。同じこと言ってた、自分のさ、なんかガイドの言葉、上がりって。根に持つタイプ、違うよ、根に持ってじゃない、いじってるだけ、いじったら面白いかなって思っただけ。大貧民の方はね、サリのサイリウムを振ってくださってますね、ましたね、ありがとうございます。あ、違う、何持ってんじゃない、いじった方が面白いタイプの人かなと思って思ってですよ。大貧民の方、頑張れ大貧民。お、サリのサイリウム、お、革命返ししたよ、有用紙の人。順位変わらずですね。てかさ、今カードさっきから見せてたけど、やばい、名前見えてたかな、多分見えてないと思う。いやー、私大富豪強いな大富豪だけ、大富豪はなんか、大富豪はさ、自分で強いって言ってもさ、恥ずかしくないやつじゃん。めっちゃサイリウム振ってくれる、頑張れ大貧民のサリ押し。お、すごい、大貧民のサリ直し、6、7、8で階段、矢切り階段。スペさん使えばよかったのに。あー、でもそっか、あー、これはちょっと大貧民のサリ直し負けてしまうかもしれません。大貧民のサリ直しは大貧民でした、ありがとうございました。2人ともいじってごめんなさい。確かに大富豪はほとんどカード運だけどね、ほんとそう、ほんとそうなのよ。サリが強いわけじゃなくてカード運がいるだけ。はい、はあ、ありがとうございました。あー、ウケる、ありがとう。違う、弱いんじゃない、大富豪だ、大貧民だから、なかなか上がるのは大変ですよ。ちょっと待ってくださいね、今宝箱開けようとしてるんで。お、宝箱ってこれどうやったら開くの。あ、3個いるんだ、交換、3個鍵買った、宝箱、3個で挑戦。あ、ナッキーさんのカードゲット。はい、じゃあラストやりたいと思います。6分になったらやります。なりました、やります。ごめんなさい、ちょっとギリギリだったかも、こんないきなり6分になると思う。さっきは対戦ありがとう、ありがとうございます。え、な、誰推しの何さんでした、誰推しの、誰推しでした、須田さん推し、このピンクのクマさんの方。あ、サリ直しの方に一人出会えました。うわー、なんか全部あげたくない、このカードたち、どうしよう。12と13あげた、取り直しの方に。でも代わりにジョーカー2枚くれました。私優しくない、12と13あげたの。でもなぜかというと8、9、10、11が階段だから、そこがどうしても崩したくなくて。夕方推しです、あ、ありがとうございました。夕方推し、じゃあ1個前ではないですね、その前かな。夕方推し、え、2個前ですか。
やばい。煮上がりってあり？ねえ、煮上がりってあり？煮上がりってあり？煮上がりするわ。やばいやばい。違う。あ、煮上がりありだった。煮上がりありだなしだと思ったからめっちゃえんって書いちゃった。は、革命した後煮上がりした。なんかもの革命で。8、9、10、11、ジョーカーで出して革命矢切りでして8出して2で上がった。さり直しのゆうやさん、あ、言っちゃった。ゆうやさん頑張れ。でも大貧民なんでね、さり直しのゆうやさん。でもあと3枚で上がれる。サリ直しのゆうやさんいいぞ。サリが革命したおかげじゃない？あ、でも私強いカードあげたんだ。5と13っていう。ゆうやさんコメントしてましたね。ゆうやさんコメントしてた？見逃したわ。また来ました、サリ。ゆうやさん2個前だ、ね、てかさっきのその夕方推しの方2個前です。ありがとうございました。で、いや違いますよ、5と13あげたのももちろんあるんですけど、でもやっぱ再直しの大貧民の方に、あ、再直しの大貧民の方また大貧民だった。皆さん対戦してくれてありがとうございます。こんなところかな。もう一回くらいやる？どうしよう。もうゲーム終わってさ、すごい暇だからさ今。もう一回やるか。結構ねいい確率で前回の失敗したじゃん、ショールームで大富豪した時。でもなんか今回は結構会えてる。じゃあ11分から始めますね。なんかちょっと慣れた、そのみんなと合わせてやるという行為に。11分からやります。サリちゃん大富豪です。都落ちしても恨まないで、マジで絶対恨まない。もう一回大富豪になればいいだけだから。今10分で、しかも私大富豪なりすまし券使ったことないの。絶対なんか嫌で使うのが。富豪なりすまし券はマジで上がれなかった時に使った、2回ぐらい。多分あと30分ぐらいですね、きっと。11分まで待っております。11分なった、プレイ。どんな対戦相手が来るかなあ。あ、いる？チカコのときめき。お、違うわ。あ、でもなんかサリのなんかカードを設定してくれてる方がいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。わ、ジョーカーが1枚もない、やばいぞ。ドゥルル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 ル縛っちゃうよ。12
いらないな。この富豪の人絶対ねジョーカー2枚持ってると思うし、なんかあんまりカード出さないのが怪しいんですよね。なんでだろう、カードめっちゃパスしてるの富豪の人。なんか策略があるのか、階段したくてなんか待ってるのかな、それとも忖度してくれてるのかな、よくわからないんですけど。全然出さんやん、マジずっと出さない。富豪の方がカードをね、このままだと上がっちゃいますよ。忖度してくれてるこれ絶対。申し訳ないです、なんか申し訳ない。え、忖度じゃない、多分これ。違う、近く推しの方、近くなのか冬っぴなのかどっちかわかんないけど、でマジで私以外誰もカード出さなかった。なんでだろう、絶対忖度でしょ。すいません、気を使っていただいたって。富豪の人本当にカード出さなかった、絶対ジョーカー持ってるはずなのに。まあ私のカードも結構強かったんですけど、パッパラッパパラララッパパッパララッパララ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 これで終わりかな。もう一回やるか迷う、どうしようかな。お、さり直しの大貧民の方、調子いいぞ。お、上がった、さり直しの大貧民の方が富豪になった。富豪の人どうしたんだろう、富豪の人やっぱ回線落ち、何なんか全然出さないんだけど。え、パスしまくってる。大貧民になりたいとか、1位でした、イエーイ。131、うん、今やったら見事に去り直ししかいなかった。7月4日から F1 がやっと開幕、うん、え、どうしよう、マジでラストします。今16分なんで18分からやります。やる、でもお腹空いてきたな、サリお腹空いてきた。なんかすいたなぁ。18分になったらやりますよね。18分ライコネンはアルファロメオから参戦です。あ、そうなんだ、あと1回、ありがとうございます。 F1 情報、あと1回我慢した方がご飯美味しい。待って、でも私これでさ大富豪から落ちたらさやめらんないわけ。
なんかポリシー的に大富豪に上がる前に。超大富豪ですよサリーマン。今17分です。18分に始めます。ザーバーがアルファロメオになった。見ますね F1。 当たれないから大富豪から落ちて受ける、落として。17分、あとちょっと。なった、スタート、スタート。お、サリー推しのコンサクさん、サリー推しの R コーさん、2人いた。あ、待って、カード何あげよう。やばい、ちょっと弱み。サリー推しのポンサクランカランカさんからスタートです。やばい、みんなサリー落ちるかも今回。結構やばい、わー、もう結構やばい。どうしようかな、本当にジョーカーないんだけど。きっとこの富豪のサリー推しのただジョーカー持ってるな、2枚。わっ、めっちゃカード強いんですけど富豪の人。負けそう、待って、やだー。大貧民の方が悩んでおります。大貧民の方も知ってるぞサリー、もしかして全員知ってるぞサリー。いやー、ここで出したいけど階段したいんで出しません。結構強めの階段がありますねサリー。階段が、サリー強めの階段があるんですよ。それをいつ出そうかなと。でもこの階段を崩さないようにと思うと、あ、革命された。貧民、サリの、サリ推しの貧民の方に革命された。大貧民縛った。これ上がれるかも。待って、ミスった、やばい、ミスった。階段しようと思ってたんだけど、11、12、13、11、13、12、13、12、あ、みんな頑張って。え、のサリー11、13、1の3枚で階段しようとしてたの。11、13、1で階段しようとしてて、12が抜けてて、で11、13、1、2をのずっと持ってたの。ミスった。でもセーフだった。頑張れみんな。今ってみんなあれですか、
サリーに忖度してくれてました。なんかこれあれですね、革命されてるから大貧民の方が富豪になりましたね。お、サリオシ対決、貧民のサリオシ神さん、いけいけ、貧民のサリオシ神さんが4を出しました。富豪のサリオシさんがパスしました。貧民のサリオシさんは矢切りしました。上がりました。いやー、かわいそう。ちょっとさ、連続大富豪記録何回ぐらいだろう、今続けたいな。いや、こんなもんですかね。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん今日は本当にお疲れ様でした。はい、本当に本当に本当にありがとうございました。ということで、明日の朝9時に、あ、じゃあもう一回、今まだサリちゃんと神ごめんなさい、コテンパンにしてしまいました。すいません、ありがとうございます。対戦ありがとうございました。対戦できてよかった、ありがとうございます。多分サリ推しの方全部で10人弱ぐらいとお会いできて楽しかったです。今日会えなかった方は次よろしくお願いします。はい、明日の朝9時と9時半にしようかな、9時半にしようかな、なんか9時半にしようかと今思い始めた。まだ変更聞きますよね。9時半、じゃあ9、でも9時って言っちゃう、でも9時半9時半にしようかな、遅れると嫌なので朝の9時半、そう、9時59分までなので、なので9時半にします。すいません、ごめんなさい。9時半と、夜の、17時50分から明日はやろうと思います。皆さんご希望に添えない方ごめんなさい。9時半と17時50分、今日は本当にありがとうございました。そして本当にパッションフォーユーお疲れ様でした。長い間ありがとうございました。長い間15日間、本当に皆さんいっぱいいっぱいいろいろ教えてくれたり、たくさん投票してくださったり、本当にありがとうございました。ちょっと明日の結果発表がすごい不安なんですけど、まあ信じて待ちたいと思います。それではバイバーイ。7年押してる、ありがとうございます。みんなゆっくり休んでくださいバイバーイ、ありがとう。